こんばんはチキンブローザイドルあかりみかんですオレンジジュースを飲んだ後ボリューム87始めたいと思いますあかりみかんのオレンジジュースを飲んだ後始まるよ こんばんばはチキンブローザイドルあかりかんですなんか急に鼻声になっちゃった。あの、あっ、ハッピーハロウィンということでね、このオレンジュースだと10月31日、ハロウィンですね。ヤッホー、トリックアートリート。えっと、お菓子を食べたいということで、今食べたいお菓子は、なんだろうな。 だら私一時期すごいねコーヒーの,あの豆みたいのにはまってずっと食べたことあるんですけどあれおいしいですよねあと好きなお菓子はえっとねえっとあれすぐ出てこないなんかまあお菓子全部好きです 甘栗,とかも好き甘栗がお菓子に入るかは分かんないんですけどあの皆さんなんかハロウィンしてますかハロウィンの思い出なんかありますかあの明かりみかんハロウィンの思い出が数年前になんかかぼちゃをくり抜いたことがあるんですけどそのかぼちゃをねなんかくり抜いた中身をどうしようかなって言ってあのかぼちゃスープにしたことあるんですけど。 それがねすすっっごくまずかったんですよ <laughs> 何がいけなかったのかな思い出せないんですけど甘みがなさすぎて多分なんか甘い系が足りなかったのかもしれないそれかかぼちゃ本来の甘みがねそのハロウィン用のかぼちゃみたいなの買ったからもしかしたらその甘みがなくえでもスープにしても美味しいですよって抱えてた気がするんですけどねそんな 感じのハロウィンの思い出がありますね。あとなんか友達と傷メイクみたいでやってなんか一緒にやって楽しかった記憶があるなあうーんうその思い出じゃないといいんですけど本当の本当の思い出だと思うんですけどねはいちょっと不安になってきた。で、まあ、ハロウィンの 話をしようかなやってですけど、今回はあの失敗した料理の話をしたいと思います。<laughs> かぼちゃスープからね。来て、えー、っとアカデミカット失敗した料理はですね。1番なんかやばい味ってなったのが焼いただけなんですけど、ホルモンで。あのお肉屋さんってで、ね、なんかホルモンでハマってった時あるんですよ。でホルモンを。 買って焼肉屋さんで食べたことしかなかったけど自分っちでやろうと思ったら多分アクがで、ね、抜かれ抜くっていうのを知らなくてね焼いただけで食べようとしてすっごいまずかったなんかすっごい臭かった <laughs> すっごい臭い料理ができましたねあとだったので失敗したのあなんかねなんかお昼にお弁当を持っていこうと思ってでなんかお好み焼きじゃない卵 卵ミックス焼きみたいな、なんかレンチンで作っ、レンジでチンして卵を、ね、割ってね、混ぜて、卵となんか野菜ミックスみたいに入れて、あとお肉みたいの入れて、なんかそういうレシピあったんですよ。簡単な、その、卵肉包みみたいなやつがあって。いや、それを作ったら、なんかすごい見た目で、なんか見た目が凄まじいんですよ。なんか、味はまあ、まあ、美味しいとは言えないけど、 まあ食べれるなぐらいで、なんか灰色の液体になってて、マヨネーズとソースで。<laughs> 薄茶色がなんか灰色みたいになってて。で、もうなんか開けた瞬間に、お昼、パカッと開けた瞬間にやばい色してて。で、なんかすごいね。あの、あの、主婦の方々と一緒にね、お昼を食べたんだけど、すごいね、隠しながら。<laughs> こんなもの、 本当、こんなものを料理できる人たちに見せるもんじゃねって言って、すごいを隠しながら、お弁当の蓋をこう使いながらね、食べました。はい。ちょっと恥ずかしかった。本当、私のお弁当で適当な時ある。いや、ちゃんと作ってる時はめったにないんだけど、この前なんか、急ぎすぎて、なんか豚肉を焼いただけなものを入れて、なんか、それをおにぎり2つ買って、行ってなんか、それもね、 これ料理ができる人たちに見せるもんじゃねえって言ってこうか隠しながら食べてましたね <laughs>。本当に。あの料理ってどうやったらできるんですかいつからで、ね、こ,このラジオで料理の話題に何回かなるんですけど本当にねあのね多分一生悩んでいくんだと思う料理、ね。料理ってどのタイミングでできるのかっていう。お母さんもいつから料理が できていたとかっていうね。まあ、で料理をしないという選択肢もあります。けどね、そう、もうあるんですけど、なんか料理が。料理作ってる人なり、脳みそが違うのかもしれない。あの。左野右脳あるじゃん。料理ができる人は何か。右と左が違うのかもしれない。私菓、ね、で野菜は割と切れるようになりましたね。<laughs> なんですけどね。まあ、あの。調味料も適当に入れたら、美味しくなる。 ほうのタイプで、あの、なんか、その、すごく才能がないわけじゃないと思うんですけど、うまくはなってないです。多分、なんか、丁寧さが足りないんだなと思いましたね。はい。<laughs> 料理。そうなんですよ。ちょっと待って、鼻詰まりがやばいですね。ちょっと、すごい鼻詰まりだ。花粉かもしれない。花粉が、だって今、猿、猿、猿すべりじゃなくて、なんか、 ありますよね今の秋の花粉で流行ってるのはあの花粉症じゃなかったんですけど本当になんかなんでしょうねいや本当に不思議なのがなんか東京に来てから花粉症になる人が多いって聞くんですけどあのね ま、地元が埼玉なんですけど出身が埼玉の方がどう考えてもさ緑あるじゃんやっぱ人の人が連れてくる量がすごいのかな花粉なんかとってると捕まえて凝縮してね一人の一人で、ね、こう一人の一人凝縮してあの連れてきているのですごい花粉になってるのかもしれない東京って。 あの花,花粉がめちゃくちゃ人についてきてだからね埼玉とか人に会わないからあんまり会うんですけどあんまり同じとこはいなかったですねだから花粉を吸い込むことはないけどもうなんかすごかったのはねなんかだい,ちょだいぶ昔かライブハウスで地下なんですけどなんか花粉が。 花粉症まだ自覚してない時あなんか声出なくなる時あるって思って「花粉症だ」って途中から気づいたんですけどすごいねあのセーターを春にセーターを着てる方がいてでもう何か、ね、その人に近づくとすごいもう花粉症になったんですよだからもうセーターは罪かもしれないです春の。私も着るる時あると思うんですけど あのセーターは罪かもしれないはいそんな感じで素敵なハロウィンをお過ごしくださいありがとうございましたチキンブローザイドルあかりみかんでしたまた来週おやすみなさいいい夢見てねワンツースリーフォー明かりみかんの Okay. Mm -hmm. 時間のオレンジジュースを飲んだ後でした。